まりました。仙台発のネタ番組いきなりジュニアオープン TV、 今回第3弾の MC は佐藤きびだがお送りします。ちょっとちょうだい、ちょっとちょうだい、ちょっと言えた、仙台ちょっと待って、嫁のバイト先の名前に電波に乗っちゃうんで、電波に乗っちゃうからね、言わないもんね、言わないもんね、中3ね、中3お願いいたします。さあ、いきなりジュニアオープン TV ですけれども、この番組はですね、エントリーした芸人に3分ネタを披露していただきます。しかし、ネタがオンエアされるのは観客支持率 70% 以上、観客の支持を集めたのは一体誰なのか、本日の出演者の紹介をしていきたいと思います。トレックライダーズ、ストロングスタイル、頑張ります。下手くそか。1年目か、みんなが17年目だ。すでに朝の、うわー、始まって、よろしくお願いします。頑張ります。火曜くん、はい、鑑賞アバンギャルド、お願いします。モノズヤオルフェイス、やばらかいんだ、この野郎、ザッピーズ、ズミー、ケージマサヨシ、パタンタナ、フランストン、ミコト、ネックン、アダビザ、ジークピーシーズ、コブコブ、海で有名になってバルを高めで売り抜けたいです。ヒカルさんのようによろしくお願いします。純レジェンド、頑張りました。さあ、では総合司会の浅野さん、ネタの方に行ってみましょうか。それではネタの方に参りましょう。支持を集めたのがこの人たちです。どうぞ。どうも、ストロングスタイルです。さあ、3回目のオンエア勝ち取りました。ネタ見てください、右手折れてます。 95.5% の支持獲得、ストロングスタイル。聞いていただきたいんですけども、何ですか？あの、僕昔からその憧れてることというのがございまして、憧れ、こう学生時代の頃にね、うん、お弁当の日でこう、うん、お弁当を持ってくるの忘れちゃったと、でそれを見越して幼馴染の女の子が俺の分まで作って持ってきてくれるっていうのに憧れてるわけよ。何それ、めちゃくちゃいいじゃん。いいでしょ、青春じゃん。でしょ、うん、だから今日はちょっとその気分を経験させてほしいなと思って。あ、やりたいんだ。やりたいんだ、だからちょっと女の子で。あ、女の子で。そうそう、お弁当を作って持ってきて、あ、届ければいいよね。そうそうそう、はい、わかりました、わかりました。ああ、腹減ったな、弁当持ってくんの忘れちゃったよ。私も何やってんの。なあ、何やって、聞いてたか俺の話。じゃねえよお前、なんだこの気持ちいい二人はよ。見て見て、痩せちゃった。どこがだよ、太ってんだろ。激細、クソデブ。うるせえな、何なんだこれ。クソデブとは、クソデブとはお前のことだよ。じゃねえ、違う、弁当持ってこいっつってんの。弁当持ってけばいい、弁当持ってこいよ。ああ、腹減ったな、弁当忘れちったよ。キヨちゃん。お、トココ。はい、これ、お弁当。お弁当って、俺の分から作って持ってきてくれたの。もう大変だったんだからね、二人分作って食べるの。じゃあ空じゃねえかよ。じゃあ空っぽだろ、これ中身。さ、食べて食べて。食べて食べてって何を食べりゃいいんだよ、お前。空の弁当箱だろ、お前。ガッチャンか、俺。あ、糸ガッチャン。糸ガッチャンってなんだよ。新たなキャラクターつけんじゃねえよ、俺で。じゃねえ、うるせえな、お前。ちゃんと弁当持ってこい、俺。もしもし、ホットモットですか。あ、ちょ待てよ、そういうことじゃねえんだ俺が言ってんのは。お待たせしました、特塩から弁当です。いらねえよ、特塩から揚げ弁当なんていらねえんだ俺は。食べてくれないんですか。食べねえよ。違う、だからね、そういう弁当も美味しいけども、今俺が欲してんのは女の子の愛情たっぷり詰まった手作り弁当。お前何食ってんだよ。何食ってんだ。あんた、これ塩入ってないじゃないの。どこにクレームしてんの。やー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 じゃねえ、うるせえな、お前。何なんだよお前、早く手作り弁当作って持ってこいよ俺。すげえブチ切れてる。殺すぞお前。殺すぞ、持ってこいよ俺。ああ、腹減ったな、弁当忘れて。キヨちゃん。んだよ、うるせえな。おかしくなってるじゃん。キャラおかしくなってんじゃん。マジで悪かったよ。タカコどうしたの。はい、これお弁当。お弁当。うん、俺の分まで作って持ってきてくれたの。キヨちゃん忘れたでしょ。私一生懸命作ったんだ、お口に合えば嬉しいな。ありがとう、俺、タカコが彼女だったらな。答えは、
お弁当開けたらわかるかもよ。え？お弁当開けたら？あれ？そぼろで文字が書いてある。彼氏います。クソ女。いい感じにしろ。どうも、チャッピーズつみです。初めてピンでコントしました。しました、しました。 81.8% の支持獲得、チャッピーズうつみ。8月、僕は毎年この季節になるといつもあの子のことを思い出してしまうんです。あの子の笑った顔やあの子の言った言葉が10年経った今でも鮮明に思い出されます。ゆういちくん、一緒に帰ろう。もうほっぺにクリームついてるよ。大丈夫、ゆういちくんならできるよ。頑張って。私、バキ読みながらコーラ飲んでる時が一番幸せ。ごめん、ゆういちくん、私の家トイレしか電波入らないの。え、私お寿司おかずにご飯食べるけど。あなた中卒でしょ。カルピスソーダが129円で、濃いめのカルピスが129円で、なんで普通のカルピスが151円なのよ。ごめん、ゆういちくん、チャンネル変えて。私、六角星人生理的に無理なの。リリ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 リ命綱なしで。失恋ソングを大原さくら子に歌われても共感できねえわ。あれから10年経ちました。そんなあの子は今は僕。え、もう夕飯の時間？嘘。あ、本当だ。わかった。あ、今日のご飯何？わかった。あ、俺はご飯なしでいいからね。妻です。よかったら食べていかれますか。今日のご飯、お寿司とご飯だって。どうもありがとうございました。マシャタケットです。俺たちと一緒に海に行こうぜ。 81.8% の支持獲得、マンションアバンゲルド。どうも、はい、どうも、マンションアバンゲルドです。よろしくお願いします。いやね、毎日毎日ね、うん、すっきりしない天気ね、続いてますけども、ずっとジメジメしてるもん ね、うん、この後もさ、楽しく乗り切りたいじゃないですか。おー、まあじゃあ楽しくこう乗り切るってことだから、うん、まあじゃあ今回は俺とお前、男二人で海の漫才でもしようぜ、うん、お前と二人で。そう、やだよ。いつもやってるじゃん。そういうのってさ、うん、俺が女やるから、あの海に行くデートしようって入るならわかるけどさ、うんうん、なんで漫才中でも男二人なんだよ。やだよ。でもいいですよ、そこまで言うんだったらね、うん、我々マンションアバンギャルド、海のネタでね、定番になってますんで、はいはい、お笑い界のチューブ目指しましょうか。うわ、聞きました。ごめん、ごめん、今の聞きました今。ごめん、今の忘れて忘れて。いやー、皆さん、北朝鮮がまたミサイル、ね、いや、何の話だよこれ。ダメだよ。そっちじゃない。いいよ、じゃあそこまでね、海のネタしましょうか、今日も。やりましょう、やりましょう、はい、はい、じゃあ海に着きましたと。すげえ、海ってやっぱテンション上がるよね。ねえ、これ言った通りじゃねえかよ、カップルしかいねえよ。うわ、うん、かき氷あるよ。かき氷食いたいよな。食べたい、持ってくる、持ってくる、うん、すいません、かき氷2つブルブルハワイ、はい、あ、ありがとう、いただきます、うん、美味しいな。おー、いいね。やめろそういうの、それカップルがやんだよ、ベロ見したりすんのよ。舌青くなかった。青くが青かったよ。やめろ、あのピンってなるぞ。やめろ、全部落ちてんじゃないか。青かった、青かった、汚ねえな、おい、青かった。おい、うん、すげえ可愛い女の子いるよ。お前声かけてこいよ。ちょっと見て、これこれ
だから確かにボインだな、ボイン。ボインボイン。連絡先聞いてこいって。あれ初めてなんだよ、こういうの。ああ、大丈夫だよ。軽くね、声かければいいから。軽くだよ。LINE じゃ聞いてくれ。うん、LINE ゲットできるから。すいません。あの、母音を教えて。何言ってんだお前LINE だよ、初めてなんだよ。なんで母音って呼びたのお前。怖かった怖かった。あ、海の家だ。お、サーフボードあるね。お、ボードあんの。じゃあこれに乗って女の子の木引こうよ。オッケーオッケー、分かった分かった分かった。けどさ、うん、おちょっとサーフボード乗り方分かんねえんだよ。あ、大丈夫だよ、俺が教えてあげるから。マジで、うん、ありがとう。まあ、こうさ、ボードあるでしょ。ボードあるね。まあ、またあるんだよ、こんな感じで。また、大丈夫、うん、その子。これ波がこう来るでしょ、うん、ふかふかふか。大丈夫それ大丈夫だよ変じゃない。そしたら、いい感じ波来たら、うん、お前こう立つ感じ。ざっくりだけどね、こんな感じよ。ちょっとざっくりは俺分かったよ。うん、一つだけ言いたいんだよ、うん、お前、おっさんに。あ、おっさんだったの。いや、俺ずっとおっさんに腰食ってたみたいじゃねえかよ。けどね、やめてくれよ。おっさんすげえ幸せそうな顔。おっさん幸せそうな顔しないで。あ、ごめんごめん、撮んないで撮んないで。あ、誤解です。撮んないで。俺こういう趣味ないんですよ。あ、動画撮られたよ、最悪。うわ、絶対は勘違いされたよ。もう帰ろうぜ。ほんとだよ。でも楽しかったな、なんだかんだよ。なんだか楽しかった。おい、ツイッター見ろよ。 おいさっきの動画上がってるぞ、お前。お、何タイトルが浜辺でテボドン注入。北朝鮮もびっくりだよ。お前のせいだ、提言にしろ。どうもありがとうございました。ピックアップトーク、番組収録中のトークで面白かったところをピックアップしました。芸人がキスしちゃう流れのあれです。どっちから誘ったのそれ。映画行こうって。映画行こうって。どっちでもいいけどさ。見に行くには普通は知ったんですけど、見に行くには普通は知ってたんですが、ちょ待って、ちょ、なんかキスする流れみたいになってんか。ふざけんなよお前。お前ふざけんな。おい待って、せめて話聞いて、怒る決意言った方が上映回数多いから。上映回数ちょっと待って、俺嫌なんだら分かるけど、お前嫌なんだろ。お前嫌なんじゃないよ。上映回数多いから言ったんです、早口に。もう映画の話入ってこねえわ。上映回数が早口、どうでもいいわ。上映回数多いんで、どうしても聞いてほしいのか、お前。おかしいだろ、お前、上映回数の話そんなにすんの。ちゃんとお前、おかしいだろ。何回言うんだよ、お前、上映回数の話。無理だよ。ちょっと嫌がられてるから。おかしいもん。まあ、ここ2人全然距離つまんなかったですもんね。同じスペース。アウトボクシングなんだもんだって。いやー、乗りつこみやりたいですけどね。知らねえよ。知らねえよお前の願望。そんな怒んなやってね。いや、怒んない。解散疑惑ですか。あ、いやいやいや、マジで。いや、あの、ほんとちゃんとビジネスの、ちゃんとビジネスの。ゆうざきさん、怒ってやった方がいい。お前もほら、言われて悔しいだろ。あ、そういうこと言えなくてね。あとでね、怒り返すやろ。こともあるんだよ。なに、これ羨ましいよ、お前。なんで嫌がらないんだよ、お前。なんで嫌がらないんだよ、お前。靴に行くんだったらいいみたいになって。なんでだよ。あるかよ、お前。公開収録ではこういう面白いくだりを見ることができますので、ぜひ見に来てくださいね。どうも、純レジェンドです。初挑戦で初オンエアできました。たくさんの人の心にチェックインしたネタ見てください。 95.5% の支持獲得、純レジェンド。どうも、あなたの心にチェックイン、純レジェンドです。よろしくお願いします。皆様、日常生活には言っていることと全く意味の違う裏腹な意味を持つ言葉があります。今日はそんな裏腹な言葉、裏腹語を紹介してやると思います。裏腹語辞典ってことで、まあ、あの裏腹語って言ったらピンとこないと思いますけど、例えばお母さん、結構裏腹も使います。怒らないから言って、このままの意味じゃ絶対ないですよね。これ意味としては、言っても言わなくても怒るってことですね。これ裏腹ですよね。他にもこちら、今度買ってあげる。これ意味としては、今日のことは忘れなさい。こんな感じで裏腹も紹介してくれています。続いて女性、世の中の女性、結構裏腹も使います。
例えばちょっと落ち込んでる女の子にどうしたのなんて聞くと大丈夫、なんでもないみたいな、絶対このままの意味じゃないですよね。これ意味としては私の表情、声のトーン、今までの会話の内容などからなんで落ち込んでいるのか気づいてってことですね、裏腹感がすごいですね、他にもこちら、まあ、ご飯何食べたいなんて話になった時にご飯何食べたいで何でもいいよ、何でもいいよね、これは意味としては安っぽくなくおしゃれで綺麗でインスタ映えするお店なら何でもいいよってことですね、裏腹感がすごいですね、何でもいいよ、この意味になりますからね、他にもこちら、男は中身でしょ、これ意味としては、ただしイケメンに関してですね、また男性と会話してですね、男性に対するすごーい、これ意味としてはふーんってことですね、まあちょっとあの女性ばかりをね責めてしまいましたけど、日常生活で裏腹の言葉あふれております。裏腹の言葉こんなのございます。行けたら行く、ね、これ意味としてはこれ行かないですね、これね明日から本気出す、これ出さないですねちょっと寝てから課題やる、これやらないですね今度飲みに行こう、行かないですね痩せる、焦らないですね、これねこんな感じで日常生活の裏腹もいかがでしょうか。以上、10年でした。ありがとうございました。チョブカトです。早く有名になってバルに上場して YouTuber のヒカルくんのように高めで売り抜けたいです。よろしくお願いします。 77.3% の支持獲得、チョブカト。ねえ師匠、今まで何十万人何百万人の前の人で歌ったけど、私が一番楽しかったのはあの小さな公園でやったライブよ。あの時だけは本当に飛ぶように踊れたのよ。こう言って病室で。じゃあ続きは山本読んで。どうした山本、読まないのか。お前がここ読みたいって言ったんじゃないか、先生の朗読テンションが低いって。いいのか、じゃあ飛ばすぞ。じゃあ次は第7章、田中読んで。ほら、私はどんな手術に。なんだ下を向いて。おかしいなお前たち、ずいぶんテンションが低いじゃないか。国語の課外授業、自分たちで教材を選んでみようということで、今ネットで話題の小説漆黒の青い翼、これを教材にしたいって言ったのはお前たちだろう。先週まですごいテンション高かったじゃないか。まあな、ちょっとアクシデントがあったよな。漆黒の青い翼、先生が作者でごめんなこんな小汚いおっさんで、教頭先生朝礼でポロッと言っちゃったからな。まあ確かにプロフィール持ってた、俺はすごいプロフィールを持ってた。100号室アットリリカル光る、ヨーロッパの北の方、広すぎる部屋で3匹の猫と暮らしています本当は太白区の北の方、4畳半のアパートでベトナム人とルームシェアしてます好きなお酒、そうね、ヨーロッパの古いお酒を買うのが好きだわ。何が出てくるかわからないから。本当は山屋で賞味期限切れの缶チューハイ買ってますでもいいじゃないか、作者は作者、作品は作品、割り切ろうな。ああ、先生の朗読テンション低いってな、照れてました。だって作者だもん、教科書もいらない、全部覚えてる。私はどんな手術にだって耐えてみせるわ。私が見にくくてみんなが歌を聴いてくれないなら、どんな手術だって。ほらお前ここやりたいって言ったんだろう。読めよ。今そういう問題じゃねえよって言ったの誰だ。あ、これは来週発売のフライデー、読んだのか。はい、先生懺悔します。先生はネット上のカリスマ小説家であることをいいことに、承認欲求でいっぱいの地下アイドルと寝ましたそのことをフライデーされました。さっき校長室に呼ばれてクビだと言い渡されました。これが最後の授業となります。じゃあ先生が自分の小説を全力で読みます。さあ飛ぼう漆黒の翼で、これが人間だ。応援しました。可愛い私を見てください。あ、僕も見てください。
81.8% の支持獲得、チークピーシーズ。はい、どうもー、チークピーシーズです、よろしくお願いします。チークピーシーズのミステです、お願いします。ありがとうございます。そしてチークピーシーズのミステじゃない方です。じゃない方って、いや、いきなりじゃない方芸人にしないでね。あ、どうも、ジューレジェンドです、よろしくお願いします。やっぱり女の子ってご飯を作って旦那様の帰りを待つ甘い新婚生活に憧れますよね。やりましょう。あー、今日も仕事頑張ったな。ガチャ、ただいま。おかえりなさい、あなた。お仕事お疲れ様。うん、今日も滑った？いや、滑ってないわ。なんそれ、いつも通りにみたいな。あなた、ご飯にする？お風呂にする？アフロにする？いや、アフロにしない。なんだろ、仕事にそのファンキーにならなきゃいけないの。いや、お腹空いたからご飯にしようかな。今日のご飯何？今夜はあなたの大好きなミートボールにたこ焼き、玉こんにゃくよ。すごい食べ合わせだね。しかも丸いものばっかり。これね、夫婦円満にってことなの。あー、まるで、あー、どういうこと？いや、こっちのセリフだわ。俺も無理やり納得しかけたのにさ。もういいよ、食べよう食べよう。じゃあいただきます。俺は忍者だけどね。うわー、美味しそうだな。じゃあまずはミートボールから。はっ、うわ、びっくりした。なになに、もう私があんってするから。いや、だからって猫だましやめてくれよ。びっくりするわ、その都度。じゃあミートボールからね。ミートボール、でもなんかあんとか嬉しいけど恥ずかしいな。あー、はい、あーん、あっ、ちょっと、もう箸からポロッつって、もう、いや、落ちたやつ落ちたやつ、しかもピョーンって、こっちこっち。じゃあ特別に落ちてないミートボール。特別に、ありがとう。はい、あーん、あーん、あ、美味しい、美味しいわこれ、めっちゃ美味しい、これご飯に合うね。うわ、ご飯進むわ。あー、幸せだな。よかった、うん、あ、もうほっぺについてるよ、ご飯粒。どこどこ？もう朝からついてたよ。いや、言ってくれよ。俺12時間以上つけてんじゃん、もう。あ、まだついてるよ。え、どこどこ？もうついてるよ、後ろに。自爆レイ。いや、怖いわ怖いわ。ちょっと何これ。こんな新婚生活憧れるな。いや、いい加減にしろ。どうもありがとうございました。さあ、オンエアは以上の1、2、3、4、5、以上の6組となりました。他のね、芸術はちょっと残念ながら、そうだそうだ、オンエアならずなんですけど。嬉しいです。浅野さん、はい、どうですか？ネタ以外のところで映りまくってますけど。ありがとうございます。司会でいいんですよ。司会はどうでした？今日ね、ジュニアップ司会と総括するとどうでしたかね。今回はもうみんな面白くて本当に良かったと思います。見たのすごい良かったので、本当にこれからもよろしくお願いいたします。純レジェンド。いや、本当でも、まさかね、ストッサと同率なんで、誰だ入れてねえの。あ、そうだよ。じゃあ、ジュンさんがやるのリアルだじゃん。待って、リアルジュンさんがやるの。リアルって言うんじゃない。リアルって言うんじゃない。リアルジュンさん、すいません、ちょっと言ってきます。すいません、言ってきますって誰に言っとくんですよ。いや、嬉しいです、嬉しいです。はい、ここはちょっと怒ってるんで。怒ってる、眺めた方がいいっすね。眺めた方がいいっすね。いや、でもおかしいよね、やっぱり。まだまだ気になる。みんな目つぶるんだよ。みんな目つぶってるよ。いや、でも本当100位やっぱ狙ってたんで、ちょっとやっぱ悔しいっすね。悔しいっすよ。悔しい。なだめに来いよ。流れを知らないから。ただニコニコしてるだけじゃん。なんか中できるみたいな感じで。それでは次回のいなりジュニアオープン TV でお会いいたしましょう。皆さん、さようなら。この番組では収録でジャッジしてくれる観覧車、番組を支えてくれるスポンサー様を募集しております。応募方法はこの動画の説明欄、またはお笑い集団 T-RISE のホームページをご覧ください。収録日程も掲載していますので、合わせてご覧くださいね。次回、いきなりジュニアオープン TV 第4弾は、10月下旬頃配信予定です。また見てくださいね。ナレーションはハンナでした。